皆さん、アロハ。レアレアハワイ TV、ジミーです。クリスマスシーズンということで、ハワイのクリスマス商品が購入できるホノルルクッキーとワイキキクリスマスストアをご紹介したいと思います。では最初にですね、こちらのアウトリガーワイキキホテルの1階にあるホノルルクッキーに行きたいと思います。はい、ではですね、お土産の定番のホノルルクッキーもクリスマスのフレーバーがありますので、早速中覗いていきたいと思います。はい、入り口入ってすぐですね、このようにホリデーのクッキーが販売されております。見た目もすごく可愛らしいですね。で、現在の4つのフレーバーがこちらになるんですけれども、ペパーミントマカデミア、ダークチョコレートペパーミントマカデミアと、ホワイトチョコレートジンジャースパイス、ホワイトチョコレートパンプキンの4つのフレーバーが現在のホリデーシーズンのものになります。パッケージをね、ちょっとご覧いただきたいんですが、すごく可愛いですよね。毎年柄が違うんですが、今年はこちらのパッケージが、販売されております。はい、こちら側の棚にはですね、違うサイズの箱も販売されています。まずこちらはですね、10種類のクッキーと5つのフレーバーが入ったものです。そして、こちらはですね、お土産のサイズにもすごくぴったりですね、6個のクッキーと4つのフレーバーが入っています。そしてこちらはですね、少し大きめのサイズで箱もしっかりしていて、16個のクッキーと8個のフレーバーが入った箱になります。こちらの箱はですね、ここの部分がお写真を入れていただけるスペースになっているので、お部屋のインテリアにもすることができます。可愛いですね。そしてこちらの下にある赤い袋はですね、上がジップロックにもなっているので、食べた後封を閉めていただけるものです。こちらの棚にもですね、違う形のクリスマスのものが販売されてます。で、こちらの上の両方はですね、缶になっているタイプですね。まず上はですね、7つのクッキーと5つのフレーバーが入ったもので、すごいパッケージが可愛くて、今年のパッケージなんですけど、毎年この缶を集めている方もいらっしゃるんではないでしょうか。そしてこちらはですね、大きめのサイズで30個のクッキーが入って18のフレーバーが入っている缶になります。これもすごく可愛らしいですね。そして他にもですね、こちらの方にもございます。こちらに置かれている商品はですね、常にお店に販売されている定番の商品になります。まずこちらはですね、サーフボードになっていて、ハワイらしい入れ物に入ったものです。すごくお土産にも自分にもぴったりですよね。そしてこちらの方もですね、缶に入っているものなんですけど、キャリーケースのような形になっていて、こちらもすごく可愛らしいですね。こちらの棚に置かれているものはですね、パイナップルの入れ物に入った商品になります。ホノルルクッキーならではの商品ですよね。
こちらの赤いリボンがついているものがですね、現在のホリデーシーズンのフレーバーが入ったものになります。でどのようなフレーバーが入っているかはですね、こちらの入れ物の後ろに見ていただくとこのように書いております。はい、以前にも動画でご紹介しましたが、ホノルルクッキーのベストセラーのフレーバーはですね、こちらのチョコレートディップマカデミアが一番人気なフレーバーだそうです。そして私個人的に好きなフレーバーがですね、こちらのマンゴーマカデミアになります。ここにゼリーの状のものがね置かれているクッキーなんですけど、すごく大好きなクッキーです。そして、私の現在のホリデーのフレーバーで好きなのがですね、こちらです。ダークチョコレートペパーミントマカデミアが一番私は好きですね。このディップされたチョコレートとペパーミントがこういうクランチーですごく美味しいので、召し上がったことない方はぜひ食べていただきたいフレーバーです。毎年違うこちらの袋はですね、本当に可愛いので、もうこちらの中に入れていただいて、クリスマスギフトにもお土産にもぴったりなものではないでしょうか。こちらの商品もですね、すごく人気の商品になっています。こちらはですね、パイナップルの形に3種類のクッキーが入っております。お値段はですね、4ドル95セントで、こちらの入れ物はですね、透明になっておりまして、上の部分が開いているので、紐を通してクリスマスツリーに飾るのもすごく可愛いと思います。はい、続きまして、モアナサーフライナーホテルの1階にあるワイキキクリスマスストアに向かいたいと思います。では早速ワイキキクリスマスストアに入りたいと思います。入り口入ってですね、このようにハワイらしいクリスマスツリーがありますね。すごく可愛いですね。はい、では入ってきてすぐですね、このようにたくさんの可愛いオーナメントが販売されております。まず一番上はですね、メレカリキマカとハワイ語でメリークリスマスと書かれているものです。そしてこちらはサンタさんが暖かい格好をして、ヤシの木がありますね。可愛らしいですね。でお隣もですね、サンタさんと奥さんですかね、ビーチサンダルを履いております。他にもですね、たくさん可愛いオーナメントがあります。こちらも可愛いですよね。オーナメントは、料金はだいたい15ドル前後です。でこちらを見ていただくと、このオーナメントの下にチャームがたくさんつけていただけるんですね。でまたこのようにお名前も書いていただけまして、購入する際にレジでお名前をその場で無料で購入いただけます。でこちらのチャームの部分はですね、選んでいただけるので、こちらにサンプルがあるんですけれども、お好きなものでお名前を書いていただくことができます。
カスタマイズオーナメントはですね、このようにですね、まあ、家族のお名前を書いていて、ペットもいればワンちゃんのもチャームつけていただけて、すごく可愛らしいですよね。こちらの2021年のオーナメントも可愛いですね。サンタ帽をかぶっているのとゼロがパイナップルになっています。こちらのオーナメントは毎年ありますので、コレクションしていただくのもできますね。はい、こちらはですね、赤ちゃん用のオーナメントもございます。すごく可愛くてですね、こちらは女の子用ですかね、お名前が書けるようになっている可愛らしいオーナメントです。オーナメントの他にもですね、このように置物もございます。すごくこれも可愛いですよね。お名前が入るようになっているので、まあ、家族で揃えたり、お友達やカップルなどにもすごくいいんではないでしょうか。ペット用のもワンちゃんと猫ちゃんもあります。すごくハワイらしくて可愛いオーナメントがたくさん揃ってます。まずこちらはですね、イルカに乗っているサンタさんです。ちゃんとフィンをつけていて可愛いですね。こちらにはですね、ジェットスキーに乗ったサンタさん、ちゃんとプレゼントを持っています。で、下にはですね、人手がレイをかけていて、これも可愛いですね。お家のクリスマスツリーが一気に華やかになるオーナメントが販売されています。こちらにもたくさん可愛いオーナメントがございますね。やはりハワイらしいこちらのサーフボードでしたり、と下の方にはウクレレや、お隣にはパイナップルのオーナメントもあります。すべてのオーナメントにスペースがあるので、カスタムできる、お名前が書けるオーナメントが販売されています。オーナメントはですね、他にもですね、こんな感じでユニークなものも販売されてます。マスクをつけた、サンタクロースだったり、あとはマスクのオーナメントもございます。はい、こちらはですね、カップルやハネムーンの方に人気な商品になってます。このようにですね、お名前が入れられるオーナメントでしたり、ハワイらしいオーナメントでカップルのものがございます。こちらのお店は一年中オープンしているので、クリスマスのシーズンにいらしていただかなくてもですね、こういった可愛いオーナメントはご購入いただけます。皆さん、いかがでしたでしょうか。本日はハワイのクリスマスの商品をご紹介しました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。マハロー。